スタートがあの一歩前に出ててちょっと想定してなかった展開だったんですけどとにかく、まあ、僕としては100%で走りきることしかできなかったので、まあ、とにかく後ろを振り向かないであの一周一周全力で走って、まあ、危ない場面も何回かあったんですけど、まあ、最終的になんとかトップでチェッカーを受けてあの本当にほっとしてます初優勝初表彰台で初優勝です。はい はどのりりでしょうそうでしうそすねやっぱり今シーズン BS の BS さんのタイヤでワンメイクになって、まあ、ちょっとスイッチで戸惑ってたりもしてたんですけど、まああの今まあ、最終戦に向けてちょっとバイクの方を、まあ、モディファイというか、まあ、足回りを見直したりして、まあ、あのレースウィークでちょっとずつペースを上げられてあのそれが良かったんじゃないかなと思ってます。 じゃあ最後に応援してくれた方に一言えと今まであまり目立った成績は出せてこれなかったんですけどあの最後の最後であの勝つことができましたあのこれもすべてあの応援協力してくださっている皆さんのおかげだと思っています今後ともあのライダーとして頑張っていきますので応援よろしくお願いします